言いました。でも総理大臣として国会で言ってるじゃないですか、インタビューで言ってるじゃないですか、河合案里さんのことをの、ご夫妻の、宣伝班のことを聞かれたら、そしたらそれはいつもいつも、いやそれは総理大臣ですから総裁ではありませんと言ってるのに、結構会社のことを言ったら、いやこれは総裁としての発言で総理大臣ではないという、こんなのひどいじゃないですか、都合よく言うなと言いたいと思います。安倍総理に私福島みずほ言いました。憲法のわからない安倍総理に憲法改正を言ってもらいたくありません。どうでしょうか、言ったらダメなんですよ。あなたに安倍総理に憲法改正など絶対にさせない、自民党にさせない、いやどんな政権によってもさせないように頑張り合おうではありませんか。2月2日横須賀港に行きました。10時45分ほどから護衛艦高波が横須賀港から出ていく、内閣総理大臣が初めてそこに出たわけですね。調査研究、防衛省設置法の調査研究で自衛隊が出ていく、やはり予算官に質問しました。では陸上自衛隊が戦車を持って、まあ、その国の了解が必要ですが、行くこと、調査研究で行くことも理論上は可能なんですか。そうなんじゃないですか、ミサイルを装備して調査研究で行くんですよ。こんなのおかしいですよ。集団的自衛権に道を開く憲法違反、新たな立法もありません、国会の承認もありません。閣議決定でやりました。12月27日仕事納めの日に閣議決定の最後に国会の報告とあります。閣議決定後、そして変更がある場合、活動終了した場合、国会に報告すると書いてあります。で、私は質問しました。国会に報告してないじゃないか。すると菅官房長官はもう答えました。閣議決定の書面を全国会議員に配布をしましたと答えたんです。これ国会の報告ではありません。国会議員に対して単に紙配布したらダメじゃないですか、ペラペラの。皆さんどうでしょうか。テロ特措法、イラク特措法、もちろん違憲です。しかし憲法、違憲では、違憲でもちろん反対しましたが、かつては法律を作りました。法律もなく国会の審議もなく、国会も実は本会議での議論もなく行きました。皆さんこんなに軽く自衛隊を出す、憲法違反の行為を絶対に許さない、そのことをやっていこうではありませんか。先ほど小橋明さんが黒川さんのことを言いました。2月8日が誕生日だから2月7日やめなくちゃいけないんです。でも閣議で定年を延長しました。国家公務員法はこの法律に規定、他の法律に規定がある場合以外の時に延長できる場合があると規定しています。明確に警察庁法は特別法です。一般法より特別法は優越をします。裁判所法もそうです、警察庁法もそうです。この裁判官いい人だからちょっと定年延長しようなんてことはできるわけないじゃないですか。法務省に聞きました。今まで認証官でも検察官で定年を延長された人はいますか。答えはいませんということです。ひどいじゃないですか。森友家計、そして桜を見る会、桜を見る会で政治の私物化が毎日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 議論されているときに、検察の私物化、これをやろうとする内閣を私たちは許してはなりません。
社会、